が出没。あ、神社、薬師堂があるんだ。ここに。すげえ、あ、これはすごいな、結構。これは結構すごい。思いのほかすごかった。頭ぶつかんないよね。あ、盛岡まで見えるじゃん。雲海出たらすごいんじゃないか、ここ。歩いてくるのは嫌だな、でも。あ、結構すごい。あのでっけえ建物なんだ。あの辺や幅で、あ、偉大か。偉大だ、偉大。盛岡まで見えるもん、これ。しっかり。ねえ。あ、風車も見える。あそこに風車。へえ。あ、アイスアリーナ見えるよ。こんなとこあったんだね。知らんかった。皆さんこんにちは。今回は、丸2年乗って、それの良かったところ悪かったところ、それをちょっといじったのも加えながらやっていこうかなって思っております。まあ、今年いじった部分としてはクランクケースなんですけども、この黒いクランクケースあると思うんですけども、これを交換したりですね、クラッチがこれによって油圧式のクラッチになるという感じですね。あともう一つとしてはオイルクーラー、これもハイコンプピストンにしてからのすごい熱が出るようになったので、それのためのクーラーですね。この辺の話とかもできたらいいなと思って、あと、新車で買ってからもずっとなんですけども、ダメなところっていうのもあるので、それも2年通してどうなってるかっていうのを確認してもらおうかなと思っております。はい、そしたらですね、上から順にちょっと見ていこうと思います。まあ、このブレーキレバー、竹革製のものに交換しております。で、クラッチの方もですね、交換してるんですけども、油圧タイプになってるので純正のでは取り付け不可ですね。
マスターシリンダーついてますので、ここからオイルが圧力かかってクラッチをつなげたり離したりということをしてますね。そうだ、このドリンクホルダーがですね結構優秀でずっと使ってます。ただネジがですねすぐなくすっていう、なんか皆さんもやられてるようですね。あとなくなったパーツとしてはスマホホルダーが外しちゃいました。なぜ外したかっていうと、あの振動でですね iPhone11 のカメラが壊れてしまいまして、それでただ外傷なかったので実際わからないんですけども、原因としてはただそれがあるのかなということで外してました。で外したことによってスマホをつけることができなくなったので、こちらにタンクバッグの上にホルダーバッグっていうのをつけております。で次にこの今話してたタンクバッグですけども、これがちゃんとつけてあることって多分今回は初めてじゃないかな。これちょっと360度カメラとかモバイルバッテリーですね入れております。結構傘のある丈のあるものが入るので、なかなかいいバッグかなと思っておりますね。で邪魔にならないんですね、走ってる間も。なのですごく重宝しております。上からというと次が、次がですね油温計になると思うんですけども、こちらのものですね。これは竹川の油温計で、ドレンのところに温度計がつくので、それで温度を検出しております。まあ、これ電源も必要なので若干取り付け難易度は面倒くさいかなっていう感じはあるんですけども、これも非常にありがたくてですね、オーバーヒートしそうな時とか分かるので早めに休憩挟んだりということができますね。あともうオイルクーラー取り付け悩んでる方、一旦この4系つけることをお勧めします。これつけることによって必要かどうかっていうのが本当にわかると思うんですね。その人の走りに合わせた温度の上がり具合っていうのは絶対あるので、あとは住んでる地域、自分の場合岩手に住んでるので北の東北なので、まあまあ冬は問題ないかなっていう感じの温度なんですけども、場所によっては暑いっていう時期、地域もあると思うので、そういったたところにはこの4系で必ず温度確認した方がいいと思います。下がってくる次は何だろう、オイルクーラーかな、オイルクーラーですね。次は、このオイルクーラーは竹川の4段だったかな、フィンが5フィンタイプのちょっと大型のものをつけております。でこのタイプはオイルが 60cc プラスで、これより一段少ないのが 40cc かな。なので純正の、量よりも、まあ、100cc、多くて 100cc 足せばいいかなという感じです。自分の場合はこのクランクケースの窓あるんですけども、ここの上限、上の窓に引っかかるかなっていうぐらいまで上げてます。で温度もよく冷えて、あとはクランクケースにですね、ここのゴールドのビスあると思うんですけども、ここに露出が、ここにですね、ここにというかこのゴールドのネジがサーモスタットになっているので、これが約70度になるとちょっとずつ開いてきてオイルが回り出すという仕組みになっているそうです。これで温度管理しているので、だいたい寒くても5、60度は油温を保ててます。で次はここかな、スロットルになると思いますけども、こちらはですね、まあパワーですね、やはり、
エンジンパワー上がるんですけども、逆に低回転の方とかも犠牲にしながら、あとは燃費ですね。一番は燃費が悪くなりますね。下トルクは思った以上には悪くない感じはします。若干やっぱり薄いっていう部分はありますね。ただレスポンスいいので、その低いところから上にすぐ上がっちゃうので、よほど低回転で走らない限りはあんまり気にならないかなっていう感じです。次にですね、場所的にはどうだろう、エンジンの中になっちゃうのかな。まあここはもうずっと前に動画を上げてるんですけども、ハイカムとかハイコンプピストンが入ってますね。だいたい5000キロで交換して、もう1万いくらだっけな、走ったの。だいたい走行距離がもう12,807かな、行きましたので、だいたい5000キロぐらいで変えてるんですよ、ハイコンプピストンに。ですので、だいたい8000キロ近く走ってるのかな。まあ異常なく今のところ走っています。まあやっぱり圧縮上げて機械、その金属に荷重かかりますんで、そうするとやっぱり寿命自体は短くなるはずなので、まあまあ壊れるのは早いかもしれませんね。ただ自分の場合、レースのように常にアクセル全開っていうような使い方してないので、どれぐらい持つのかなっていう感じで、まあ壊れたら直すしかないので、それも一つの楽しみ方かなと思ってます。クランクケースはまあ先ほどレバーの紹介の話でもあったんですけども、油圧式に変更してます。でこのモンキーの場合ですね、純正で使ってるとワイヤー式がつくんですけども、クラッチの切れが悪いのか、調整してもですね、引きずる感じがするんですね。クラッチ切ってるのになんか動力が伝わって、エンジンの鼓動に合わせてちょっと前に出ようとしてるような鼓動というか、進み具合みたいなのがあって、それがこのクラッチにしたらですね、全然なくなりましたね。まあ、あとは横に、このシルバーのケース蓋があるんですけども、これで、オイルフィルターがつくことになったので、ろ過ができるようになりました。以前だと遠心オイルフィルターがあったので、それで遠心力で、フィルターしてたんですけども、これが完全なペーパーフィルターでろ過するようになったので、ゴミが取りやすくなってるかなという感じです。あとは次はどうだろう、タイヤかな。タイヤなんですけども、この GP22 っていうタイヤなんですけども、これは非常に良くて、ダート砂利道とかですね、上りアップダウンの時すごい助かってます。結構脇道入ったりするんですけども、これがこのタイヤだと本当に安心感あってですね、フロントブレーキがよく効くのと、あと上りの時ですね、トクラクションがよくかかりまして、上り やすいです。すごく後輪が滑るってことはあんま感じないタイヤですね。あとオンロード性能も純正とですね、音もそんなに極端に差はなくて、純粋に若干大きいかなっていうくらいですね。あとはマフラーか。マフラーはまあ最初の頃に交換していたものなんですけど、アウテックスマフラーですね。これも中の、これ今バッフル外側についてるんですけど、バッフルも外せますし、中にパンチングパイプって言って、音を
下げる消音効果のあるものを入れれるんですけども、まあそれで抜けも悪くなるんですけども、そういったものも脱着可能ですので、そこら辺がまあレースこのバイクでするっていう人はいないとは思うんですが、まあそういう競技でも使えるかなっていうようなマフラーです。あとは次にチェーンかな。あ、サドルバックだった。このサドルバックすごい逆光。このサドルバックなんですけども、 G クラフト製のもの、 G クラフトとデグナーのコラボ商品なんですけども、非常に良くてですね、これももうほぼ出るときは毎回ちゃんと乗せて歩いてますね。これにですね、ほぼカメラ機材を乗せて走ってます。これも一番使ってるかもしれないな。まあこれと今回からはタンクバッグかな。で次に良いいいのがですね、ドライブチェーンですね。完全に逆光。ドライブチェーンです。これはシールチェーンなんですけども、 RK っていうメーカーだったかな。これもめちゃくちゃいいです。やっぱシールチェーンにして強度が上がってることによって本当にメンテ頻度が少なくて、あのアクセルオンオフの時のギクシャク感もだいぶ減るので、本当にこれはいいですね。気に入ってます。前だとあの純正がですね、1回500キロとか走ってくると、あの伸びてですね、調整頻度が本当に倍以上でしたね。この辺がやっぱりシールチェーンとの違いかな。個人的には純正でもおすすめしたいです。使ってるとどうしてもあのなんて言うんだろう、遊びが絶対出てくるので、シールチェーンで全然問題ないかなという気がしております。あとはまあヘッドカバーのですね、まあこのフィンあるんですが、まあこれはほぼお飾りみたいなもので、北っ子のものなんですけども、若干温度下げれるかなっていうような効果があります。まあ見た目ですね、ほぼ。あとは何かあったかな。あ、そうそう、2年越しでですね、サスペンション一気にあの傷というか擦れるっていうのがあると思うんですけども、それが2年後丸2年乗ってどうなってるかっていうのを、でもこれ一回ですね交換してもらってるんですよ、新品に。なのでそれがどうなってるかっていうのは、距離的にはどのぐらいだったかな、4000キロか5000キロあたりで交換してもらってると思うんですけども、だいたい8000キロは走ってるはずです。でこれ回すと見えてくるんですけども、こんな感じで擦れ跡が、これは本当にホンダのダメなところですよね。こういうところ修正版出さないっていうのが残念なところですね。現状のですね、燃費的には純正だとですね、だいたい68とか自分の場合走ってたので、今でですね50キロ台ですね、ここまでカスタムしてだいたい55、良い時は57ぐらい走るんですけども、平地だと57ぐらい走ると思うんです。アップダウンがあるともうちょっと下がるかな。
タンクが 5.6 リッターでしたっけ。なのでまあギリギリ300キロカスカスになるまで走れば走れるかなっていう感じかな。ギリギリ無理かな、250キロぐらいで給油しないと無理かなっていう感じです。あとはまあ欠点はですね、フロントフォークがすごい柔らかい、まあリアサスの柔らかいのはまあ乗り心地もあるので底付きしやすいっていうのもあるんですけども、その辺はまっすぐ走る分には逆に乗り心地良かったりするのでケースバイケースかなっていうような気しますけども、フロントがですねちょっと柔らかすぎて、フロントブレーキちょっとかけただけでもあの沈み込みが激しいんですね。それがちょっと嫌かな今のところ。あとは ABS がついていることによってですね、このホースの経路が長いんですよ。こういったとことかこういったとことかちょっと長くなってるっていうのがあって、それがブレーキのタッチがですね若干グニグニするというか遊びが多い感じですね。まあ、慣れちゃえばまあ全然これだけ乗ってる分には全然問題ないんですけども、何台か所有してる人にとってはちょっと気になるかな。あ、そうそうそう、上忘れてた、グリップヒーターですね。これデイトナのもうほぼ純正っぽくぐらいあのグリップの太さが変わらないっていう、すごいいいグリップヒーターですね。これもこれ結構気に入ってます。実はえー、純正からずっと使ってて悪いっていうのはサスペンション、フロントサスペンションとリアサスペンションの擦れですね。この辺が若干欠点かなという状態ですね今のところ。あとは非常によくできてるんじゃないかなというバイクです。やっぱり2年乗ってどう感じるかっていう、もうなかなか今レンタルバイクとかってちょっと借りて乗るっていうこともできると思うんですけども、なかなかないと思うので、こういう機会にちょっとずつまあ来年もやっていこうかなと思っております。では今回はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいねお願いします。失礼します。